バトルフィールドベトナムは、エレクトロニックアーツより2004年3月14日に発売された PC 向けのファーストパーソンシューティングゲーム。ベトナム戦争がモチーフにされており、兵器が近代化され、ジェット戦闘機や輸送、攻撃ヘリコプター、ジャングル用戦闘ボートなどが登場し、輸送ヘリは車両を吊り上げて輸送することができる。 ジャングルでの戦いから紫外線まで様々なステージが登場し、北ベトナム軍公兵は竹釘などのブービートラップも設置できる。グラフィックも前作のボーイフレンド1942と比較して向上している。インストール時にマップエディタも同時にインストールするか選択できる。弾薬箱は各拠点近くにあり、弾薬補給はできるが体力回復ポイントが少ないため、 選手頻度は、ボーイフレンド1942よりも高い。ファンクションキーによる通信は、同じキーを1から3回押すことで変わるというシンプルなものになった。乗り物に乗っている時にラジオをかけることができ、MP3 を登録しておけば、それを流すこともできる。売り上げはあまり振るわず、現在稼働しているサーバーは、ボーイフレンド1942よりも少ない。また、 バトルフィールドシリーズを手掛ける開発スタッフがインタビューや記事を書くときなどで PC シリーズ作品を語る際は BFV が飛ばされることが多い。4種類とボーイフレンド1942よりも整理された代わりに各兵種で2通りの装備を選ぶことができる。またボーイフレンド1942と違い全員が手榴弾を持っているわけではない。ありがとうございます。